雨月物語。仏法僧。浦安の国と呼ばれるこの日本は、長い間平和な時代が続き、民は家業に勤しみ、その余暇に春は花の下に憩い、秋はもみじの林を訪ね、九州の不知火を見ようと船旅をし、今度は富士や筑波の山々に心惹かれるのも、太平の世として自然の成り行きというものである。伊勢の国大岡林宇治という男が早々に隠居して息子に家督を譲り、これといった不幸があったわけでもないのに剃髪し、名を無禅と改め、諸国行脚を老後の楽しみとしていた。末っ子の作の字が世間知らずであったので、京を見物させようと京に滞在した後、吉野の奥の桜を見て知り合いの寺へ7日ほど泊まり、ついでに高野山へ登ってみたいと思い、夏の初め青葉の茂みを分けながら天の川というところからマニのお山に登ったが、道中の険しさに手間取り、いつの間にか日も暮れてしまった。壇上や書道霊廟をくまなく参拝し、宿坊に立ち寄って泊めていただきたいと頼んだが、誰一人として応答する者がいない。そこで道行く人に尋ねたところ、この山ではどこでも寺や僧房につてのない者は泊めないという習わしで、麓に降りて夜を明かすほかないという。どうしたものかと考えていると、柵の字が日も暮れ足も傷んで、どうして遠い山道を下ることができましょうか。私は草の上に寝てもいといませんが、そのために父上がご病気になられてはいけませんから、と言った。すると無禅は、旅というものはこうしたことがあってこそまた趣があるというものだ。この山は我が国第一の霊場で、弘法大師の広大な徳は語り尽くせない。わざわざここへ来て修や祈願する人もあるという。ちょうど良い機会であるから、大師廟で修やお念仏を唱えることにしようではないか。と言って、杉並木の道を奥の院に進んで、大師廟の前の板敷きに上がって、静かに念仏を唱えながら、夜の更けゆくのを待っていた。この山は四方に開け、見苦しい林も見えず、小石一つさえ払い清めた霊場であったが、さすがに寺院からは遠く、だらに霊尺の音も聞こえてこない。木立は雲をしのぐほど高くそびえ、道端の小川が細々と音を立てている。眠られぬまま無禅は語った。そもそも大師の霊源は土や石草木にまで霊を宿し、804年が経った今でもますます新たかで尊い。大師の偉業は日本各地にも多いが、この山は第一の霊場である。大師ご存命中のこと、唐に渡られ真言の奥義を極められると、この三個のとどまるところが我が霊地である
と言って三個を空高く投げ上げた。それがこの山に落ちてとどまったということだ。壇上の前の三個の松こそがその場所であると聞く。このようなありがたい場所に一夜をお借りしたということは、前世からのありがたい因果である。お前も若いからといって、信心を怠ってはならない。と、小さく話す声が、夜のしじまに澄み渡っていた。大死病の後ろの方から、プッパッパッパッ、プッパッパッパッ、と、泣く声が、こだまとなって近くに聞こえた。無禅は目が覚めたような心地がして、ああ、珍しい。これは仏法僧という鳥の鳴き声だろう。この山に住んでいるとは聞いていたが、今夜ここでこの声が聞けたのは、まさに滅罪昇禅の兆しであろう。あの鳥は正常の地を選んで住むという。高付けの国、花生山。下付けの国、二良山。山城の国、大悟の峰。河内の国、品賀山。そして、この高野山にも住むということは、大師の茂にもあるので、よく知られている。管理に毒雑、騒動の暁、三方の声、一丁に聞く、一丁声あり、人心あり、精神運水ともに、両両たり。また、古い歌にも、松能の、峰静かなる暁に、扇で聞けば、仏法僧なく。昔、松尾神社の祭神が、この鳥を遠老法師に仕えさせていたと伝わっている。今夜くしくもその声を聞いたのだ。これが感動せずにおられようか、と言って一句読んだ。鳥の音も秘密の山の茂みかな。そして、硯を取り出し、この句を書きつけて、もう一声聞きたいものだと、耳を澄ますと、思いがけず、遠い寺院の方から、咲き追う声が、いかめしく聞こえてきた。一体誰がこんな夜更けに参拝なされるのかと、怪しくも恐ろしく、親子は顔を見合わせて息を殺し、じっと見守っていると、早くも先導の若侍が橋板を荒々しく踏みながらやってきた。驚いてお堂の右手に隠れたところを若侍にすぐに見つかり、何者だ、殿下のおいでだ、早く降りろ、という。親子は慌てていた時期を降り、地面にひれ伏した。ほどなく大勢の足音が聞こえてきたが、その中でひときわ靴の音を響かせ、烏帽子、脳死を召した、鬼人がお堂にお上がりになると、お月の武士四五人が、その左右に座った。そこへまた、一軍の足音がして、頭を丸めた入道や、いかめしく立派な武士らがやってきて、鬼人にうやうやしく礼をすると、お堂に上がった。鬼人が立派な武士に向かって言った。常陸介、
その方はなぜ遅くなった？武士は城へ熊谷の両人が殿下に酒をお持ちすると言っておりましたので、拙者も酒の肴をお持ちしようと準備をしておりましたゆえ遅くなってしまいましたと言って魚を並べておすすめした。貴人が満作釈をせいと命じると、若侍がかしこまってあちこちに杯を巡らせると大層にぎやかになった。やがて貴人がまた、久しく上派の話を聞いておらぬ、ここへ呼べと言うと、無前の後ろの方から大きな法師が現れて末席に座った。そして貴人があれこれと問いかけると、それについて詳しく答え、貴人は感心し、それに褒美を取らせよと命じられた。一人の武士が法師に、この山は弘法大師が開かれてあらゆるものに霊が宿ると聞いている、しかしここを流れる多摩川の水には毒があり、人が飲むと命を落とすため、大師が忘れても組や失乱旅人の荒野の奥の多摩川の水と歌ったと伝え聞くが、なぜ大師はこの毒の川を枯らしてしまわれなかったのか、どう思われますか？法師は微笑しながら答えた。この歌は風雅集に収められ、その言葉書きに荒野の東の院の参道の多摩川という川には水上に毒虫が多いので、この流れを飲んではならないということを戒め、この歌を読むとありますから、貴殿のおっしゃる通りです。しかし、大師は神通力を持って、道なきところに道を開き、家をくり抜くのは土を掘るよりもたやすく、大蛇を封じ、家長を服従させるなど、天下の人々が仰ぎ奉るところを思うと、この言葉書きは怪しくも思います。多摩川という名の川は諸国にあり、いずれもその清らかな流れを読んでいることを思えば、ここの多摩川も毒のある川ではなく、歌の意味でもこれほど名高い川がこの山にあることを参拝の人々が忘れてしまっても、流れの清らかさに惹かれて思わず手にすくって飲むことでしょうと歌ったであろうものを、後の世の人が毒があるとの妄説からこんな言葉書きがつけられたのでしょう。もっと深く疑えば、この歌の調子は大師の生きた平安時代初期のものではございません。玉という言葉も、どれも形や清らかさをたたえる言葉ですので、どうして毒のある川を玉川などと呼ぶことがありましょうか。むやみに仏を尊び、歌の意味をわきまえぬ者が、こんな誤りを犯すのです。あなたは歌人でもないのに、この歌の意味について疑われるとは、たしなみの深いたまものでしょう。そう言って武士を褒めたたえた。貴人をはじめ他の人々も道理にかなっていると称賛したのだった。その時、お堂の後ろから、ぶっぱん、ぶっぱん、ぶっぱん。
と泣く声が聞こえた。鬼人は杯をあげて、あの仏法僧の泣き声を久しく聞かなかったが、今夜泣いて宴に今日を添えた。上波一曲どうじゃ。という。法師はかしこまって、私の歌は聞き飽きたでしょう。ここに旅人がおこもりをしておりますが、その者が今風の句を読んでございます。殿下には珍しいと存じますので、ぜひお呼びください。という、鬼人が、その者を呼べ。と言うと、若侍が無前に向かって、お召しだぞ、地公参れ。と言った。無前は無我夢中で、恐ろしさのあまり、這いずりながら、御前へ出た。法師が無前に向かって、さっき呼んだ句を殿下に申し上げよ。という。無前は恐る恐る、何を読みましたでしょうか。お許しください。と言うと、法師は重ねて、秘密の山と呼んだではないか。殿下が望んでおられるのだ。早う申し上げよ。という。無前はいよいよ恐れて、殿下とおっしゃられますのは、どなた様でございましょうか。なぜこんな山奥で、野猿を催されているのでしょうか。いぶかしいことでございます。という。法師が答えて、殿下と申し上げたのは、関白、秀次公である。そして、木村日立之助、笹部淡路、白江備後、熊谷大膳、阿波の木、日比野下野、山口正珍、丸も不審、流斎入道、山本殿も、山田三十郎、不和万作、かくゆう私は、上波北京である。なんじらはこうして不思議にも、肺がんの栄を得たのだ。さっきの句を早う申し上げよう。という。無前は、もし頭に神があったならば、髪の毛が逆立つほどに恐れおののいて、肝も魂も、宙に浮かぶ思いがしたが、震える手で、袋から白紙を取り出し、筆もしどろもどろに書きつけて差し出した。山本友野がそれを受け取り、声高に読み上げた。鳥の音も秘密の山の茂みかな。鬼人はこれを聞いて、小賢しくも読みおったな。誰かこれに下の句をつけよ。というと、山田三十郎が座を進み、しばらく思案した後で、消したき明かす短夜の床、どうでしょう、と上波に見せた。上波が、見事にお読みなさりました、と言って、秀次公に差し出すと、秀次公はそれを見て、悪くない。と感心なされ、また杯をあげて皆に回した。この時、笹部淡路が急に顔色を変えて、もう修羅の時か。阿修羅どもが迎えに来たようです。お立ちください。と言うと、一同はたちまちに血を注いだように顔を真っ赤に変え、さあ、石田増田の奴らに、今夜も一泡吹かせてやろう。と、勇んで立ち騒いだ。
秀次公は木村に向かって、つまらぬものに姿を見られてしまった。この二人も修羅道に連れてまいれと命じた。すると老身が割って入り、未だ寿命の尽きない者どもです、いつもの悪行をなさいますなと言ったが、その言葉も人々の姿も遠い空の彼方に消えていった。親子は気を失って息も絶え絶えであったが、明けゆく空とともに降りた梅雨の冷たさで目を覚ましたが、まだ夜の明けきらぬ恐ろしさに南無大師遍照金剛とせわしく唱えながら、ようやく日が昇ると急いで山を下り京に帰った。その後ある時、無禅が三条の橋を渡っていると、瑞禅寺にある秀次公の悪逆塚のことを思い出し、しきりに気になって、白昼ながらも凄まじいありさまでしたと京の人に語ったものをそのままに記したものである。